どうもこんばんは、加瀬一介です。今日は2022年の4月26日、火曜日の、時刻は21時26分というところで、平日ですね、平日の夜に、お届けしてまいっております。トーマス主人公編、場所はアビス、ですね、もういよいよラストというところでの、続きをやってまいりたいと思います。源流は強いけど、まあいいか、ちょっとやってみよう。源流が出るかはちょっとわからないんですが。まあ一応そういうことで、トーマス主人公編、あ、この人はアークウィンガーか。アークウィンガー出ました。まあ、そういうことでですね、前回、また雑談をして、で、今回も雑談の続きをやっていこうかなと思っております。前回はですね、結構前向きでいいことをお話ししたかなと思います。大体この雑談においてはですね、あまり、後ろ向きな発言をせずに、まあ、なるべく前向きなことを言っていこうかなと思って、前向き発言をまあしていったところがあります。まあ、やはりですね、こう、まあ、世の中っていうのは基本的に、基本的な考えですね、まあ、こうマイナス思考で生きていくよりもプラス思考で生きていくことが大事かなというふうに思っております。まあ、この辺は本の例のですね、いつも言ってる本の受け売りでもあります。やはりこうマイナスなことを考えるよりもですね、プラスなことを考えて、で、世の中をプラスに考えて自分の人生をプラスにするようにやっていくというのが基本ですね。逆にですね、こうマイナスなことを考えるというのは、自分自身にマイナスを暗示することになりますので、結局自分にとって悪いイメージを口に出せば、自分にとって悪いイメージが自分の頭に植え付けられて、その悪いイメージを目指してしまうようになるという、そういうところがあります。まあ、これは前回お話しした、マインドコントロールの悪い方のバージョンというやつですね。結局、他人の悪口を言うと、その他人の悪口を言った自分の口から、自分の耳を通してそれが自分自身に入ってきて、結局それが悪さをすると、まあ、そういうもんではないかなと私は思っておりますので、基本的にはマイナスなことは言わないのが正しいというふうに思っています。ところが、今回はちょっとそういう前置きをした上で、ちょっとマイナスな情報が入ってきたもんですから、ちょっとマイナスの話をしながらですね、そのマイナスを避けるべくですね、プラスに物事を考えていくというのを、皆さんにお勧めしていこうかなと思っております。まあ、今回話すマイナスの話というのはですね、こう日本人の善意というものがどう処理されているのかという話をしていこうかなと思ってるんですね。まずですね、日本人っていう考え方、まあ、こういうのはですね、抽象論なので、何々の人はとか、まあ、アメリカ人はとか、まあ、そういう一括りに物事を判断するということになるんで、まあ、あまり好きではないという人もいらっしゃるかと思います。まあ、大概のものはそうなんですけど、一括りにできるようなものなんて基本的にはないものですから。ちょっとボリューム調整します。まあ、例えばあの人はこういう人だからみたいな風に決めつけて、発言する、まあ、そういうのをですね、抽象論という話に、なるんですけど、抽象論で物事を話すとですね、それに当てはまらない、逆の部分とか、的を得ていない部分っていうのを、自動的に肯定してしまうことになるんですよね。だから人間っていうのはそんなにこう一様なものではなくてですね、まあ、悪い、性格が悪い人であったとしても、性格のいい部分というのは必ずあるわけですから、まあ、性格の良さが1ミリもない人なんていうのは世の中に存在しませんので、その悪い人がいればそのどこかにそのプラスの部分があって、という、まあ、そういうことなんですよね。だから日本人というのはですね、総じてお人よしだと言われがちなんですが、まあ、もちろん日本人の中には人が悪い人もいますし、性格が悪い人ももちろんいます。でもですね、まあ、やはり日本人は性格がいいよとかお人よしだと言われるのは、やはり人がそういうだけあって、そういう事実は一つあると思うんですね。まあ、そういう性質というのがあります。だから日本人であれば人よしになりがちですよって言われたら、まあ、その通りかなと思うわけですね。必ずしも全員が人よしではないかもしれないが、お人よしである傾向にあると。
でそのこと自体がですね、やはり、人がいいというのは、まあ、むしろ、まあ、悪口というか、まあ、悪い言葉なんかなというふうに私は考えています。基本的に人がいい人っていうふうに言われた時にあまり褒められた気はしないと思うんですよね。結局人の良さというものにはまあ総じて大体悪いことが含まれていて、この人は人がいいから騙してやろうとか、この人は人がいいからこのぐらいのことをしても大丈夫だよねとか、まあ許してくれるよねとかいう、まあそういうなんか妙な甘えにもつながってしまいますので、必ずしも人がいいということはまあ、まあいいことではないということですね。日本人の人の良さ、まあ、あの優しさというか軟弱さというか、人がいいというのにはそういうものが含まれると思います。結局は言い返せないとか舐められているとか、まあ、そういうのが日本人の人の良さの表れであって、結局それがマイナスに作用してしまうということはよく言われるのかなと思います。まあ、私もですね、こう20代半ばにして本を読むようになってから、まあ、その世界に目を向けるっていう視野が増えてきたんですよね。まあ、それまではその世界のことっていうのはそんなに分からなかったですし、まあ、英語もそんなに、まあ、英語を教えていた時期もあるんですけど、別にそんな英語が得意というわけでもありませんから、外国に対するそのコミュニケーションも取れるわけではないというところなんですよね。まあ、そういう中で外国のことを考えるようになったのは20代の半ば過ぎからです。でその時にですね、よく言われるのが、日本人というのはこういう人種であるっていう、そういう決めつけがですね、世界では、言われているということが、その時わかるわけですね。まあ、それまではその世界のことを考えたことはないわけですから、日本人が世界からどう見られているかとかいうのは ましては考えてなかったんですけど、まあまあ、いろいろ調べてみると、日本人というのは世界の人からですね、まあお人よしだと思われているという節があるということが分かりました。で、まあその日本人の話に関しての言えばですね、まあ私自身は日本人ですけど、基本的にはその謙虚な姿勢の持ち主だとは思うんですね。まあ自身がまあそうだと思うので、あまりそのまあ私自身がそんな謙虚というほどでもないんですが、まあ、私は中立だと思っていて、日本人っていうのは本当に自分のことを謙遜する人が多いので、私は大したことありませんよとか言いながら、まあ、なかなか大した人間がいるわけですけど、まあ、私なんかはですね、いやまあ私はまあそれなりに大したやつですよと言うようにしてるんですけど、まあ日本人にはそういう人の方が少なくて、いやいや私なんて全然もう米粒ほどのものですよみたいなことを言いながら結構な人がいたりします。そしてまあ自分がもう大したことないとか言いながら、おめえは大したことねえなと言われたら怒る人も結構いるんですけどね、それはどういうことかと思いたくはなるんですが、日本人のその感性っていうのはそういうところにあると思います。だからまあ日本人であればお人よしだとか、謙虚であるとか、こうあまりこう他人に主張しないっていう、そういう、まあ、人種だなというのはですね、なんとなくは分かってたんですけど、やはり世界からはそう見られているということなんですよね。まあ、ある種こう日本人というのはですね、こう言っても別になんか言い返してこないだとか、まあ、このぐらいのことを言ってもビビる必要ないよとか、まあ、そういうふうにですね、まあ、下に見られるということが多い、ということがですね、まあ、どうも分かってきたんですよね。で、まあ、それっていうのはその、まあ、よく俗に言う舐められてるということではあるんですけど、まあ、日本人というのは世の中から、まあ、世界から舐められているのかということに、まあ、ちょっと気づいてくるわけですね。皆さんもですね、日本人が舐められているんだと言われてピンとくると来る方はですね、そんなにいると思います。まあ、もしピンとこない人がいるとすればですね、まあ、私が説明するに、なんで日本人はそんな舐められているのかというのに対してはですね、やはり、これを外してはいけないと思うんですけど、日本人というのは憲法によって軍事力が制限されているというところがあるんですよね。つまり憲法の問題であるというところが、まあ、一つ言えるのかなと思います。まあ、日本人の舐められているというそういう姿勢と、憲法というのはどういう関係があるのかといいますと、まあ、
そこをちょっとまあお話ししていく必要があるかなと思いますので、ちょっと今回はちょっと憲法論議をしていこうかなと思います。まあ、それがですね、まあ、今日の聞いたニュースにちょっとつながってくるので、まあ、憲法の話をしていきますけども、基本的に日本国憲法というものが作られる前に大日本帝国憲法というものがですねありました。まあ、それは俗に言う明治憲法というやつなんですけど、まあ、明治憲法というものが存在していて、その明治憲法というものが、まあ、日本で一番最初の憲法は、まあ、17条憲法か、だからまあ別にそんな、日本が始まって以来一番最初だとかいうほどでもないんですけど、ただやはりこう現代社会におけるその日本の最初の憲法は明治憲法と言えるのかなと思います。でですね、日本人ってのは礼儀正しいだとか規律正しいとかいうことがまあ言えるのだと私は思うんですけど、日本人の礼儀正しさとか規律の正しさっていうのは何もその欧米に教えてもらったわけではなくて、もう本当古来の日本よりですね、そういう規律を重んじる国民であったということは、まあ、改めて主張しておかなければいけないと思います。まあ、その、まあ、当時、まあ、古代の日本の例えば17条憲法なんかは聖徳太子が制定したとされておりますけど、17条憲法というのは当時の律令国家というそういうモデルに基づいて作られた憲法です。で、律令国家というのを作ったのは、古代の唐の都ですね、まあ、唐の都じゃない、唐の時代ですね、中国です。唐の時代の中国の王朝が律令国家というものを作り上げて、でその律令国家を真似してできたのが、まあ、大宝律令だから、まあ、奈良時代とか、まあ、そのぐらいになるんですけど、要は古代の日本ですね、奈良時代とか飛鳥時代の日本というのはそういうふうにして中国の法律を、真似して、規律をもたらしたという歴史があります。まあ、これはまあ古代の中国は偉かったということになっていますが、まあ、それはその通りだと思います。古代の中国は偉い、まあ、これは私も特に否定することではありませんが、まあ、中国は嫌いですけどねと、まあ、その嫌いな中国から日本は教えてもらって、法律国家というのを作っていましたということです。で、その、まあ、律令、大宝律令とかを作ったりだとか、まあ、その後藤原氏の時代が始まって平安時代、そして鎌倉時代なんかもですね、何でしたっけ、御成敗式目やったかな、まあ、ちょっと名前間違ってたらすいませんけど、まあ、そういう形で武家の時代が始まるんですけども、やはり規律をしっかり作って、でその、まあ、御恩と奉公の関係で成り立っていた鎌倉時代なんかもですね、やはりそういう人と人とのその絆の時代だとか、まあ、そういうのも含めて、人々が、規律によって動かされていたというところがあります。まあ、道徳も法ですから、まあ、そういう鎌倉時代の武士と、まあ、天皇家の関係であったりとか、まあ、そういったところもですね、日本独自の、規律がもたらすそういう歴史だったんではないかと思っています。まあ、その後もですね、結局は室町時代に入って、なんかいろいろ決まり事っていうのはなんか習いましたよねと。で、室町が終わって江戸時代に入ってですね、まあ、江戸時代の徳川家というのはすごくこう、まあ、世の中を発展させた、時代を作ったわけですけど、その徳川家が終わった後にできたのが明治憲法というやつですね。まあ、明治憲法というのは徳川家が結局は日本を開国して、でその、まあ、いわゆる列強の時代ですね、世界情勢が非常に大混乱していたというか、そういう、まあ、混乱というのも新しい世界情勢というのがこう開けた時期ですね。フランス革命を経て、で大航海時代を経たヨーロッパが世界中に進出していた時期に、まあ、日本はですね、独自な文化を保っていたんですが、やはり世界の流れに組み込まれますということで、そうであればですね、いち早く日本は独立してヨーロッパに追いつかないと侵略されてしまうというそういう時代に入ったんですね。で、その日本がなんとかヨーロッパに追いつかなければいけないという富国強兵のそういう考え方の中にはですね、ヨーロッパの法律を我がものにするというそういう考え方がありました。で、ヨーロッパの法律を我がものにして、そして、現代社会、当時の現代社会に、まあ、特に
欧米に引けを取らない国家を作り上げねばいけんということで頑張ったのが、明治維新ですね。でその明治維新の頃の日本というのは、まあ、特に言われているのがやはりこう識字率の高さであったりとか、まあ、いわゆる一般市民の教育の高さっていうのがすごく大きく作用したんだと思っていますが、一般庶民がみんな賢かったんですね。でその賢い一般庶民が、日本の国家の礎を作ったと、まあ、私はそう思っておりますけども、現代社会の日本というのは明治維新の日本国民の優れたたくさんの優れた人たちが日本国家を作り上げたんだと思っていまして、でその明治維新で出来上がった国をですね、大正昭和の時代の指導者たちが、残念ながらダメにしてしまったという、そういうニュアンスですね。だからまあ昭和の頃の日本の人たち、まあ、もちろん優れた人たちがたくさんいたわけですけども、世界に誤したる、タイタンスチケット、世界に誤したる素晴らしい人たちがいたんですけど、その人たちをもってしても、当時の世界情勢を乗り切ることができなかったということかなと思っています。まあそうしてですね、明治憲法の後作られたのが大日本帝国憲法じゃなくて、日本国憲法ですね。その日本国憲法と冒頭でお話しした日本人っていうのは優しいだとか、弱々しいだとか、そういうふうにこう相手からこう調子づかれてしまっている原因になっているということです。でそれは何かと言いますと、基本的にこう、まあ、私は恐れずに、言うとすればですね、世の中には、まあ、世界にはですね、白色人種と黄色人種と黒人種がいるっていうふうに、まあ、この3種類に分かれていると考えていいと思います。でその中で圧倒的に優位な力を持っていたのが白人種ですね。白人種は優れていて、黄色人種、黒人種はですね、まあ、有色人種という、肌に色がある人種というふうに言われて、まあ、馬鹿にされていた時代があります。まあ、それはまあ差別の時代なんですけども、世界情勢というのは白人が唯一の人類であって、それ以外の有色人種は、まあ、大体猿以下であるというふうに言われていました。まあ、それはですね、たかだか1940年代というのはそういう時代でしたので、その頃の、まあ、白人じゃない人たちというのは非常にこう風当たりのきつい、こう社会情勢の中暮らしていたんですよね。まあ、その当時は世界は開けていますから、まあ、発展途上国はもうただ搾取されるのみの地域になり下がっていましたし、それに、まあ、対抗した日本はといえばですね、アジア人のくせに生意気だぞという言わんばかりにですね、こう、まあ、貶められていたわけです。でその他、例えば日本以外のアジアとかはもう植民地でしたからね、まあ、本当の意味の植民地というか支配されていた国ということになります。だからまあ有色人種というのは基本的に舐められてるんですよね。そもそもその当時の情勢からすれば有色人種というのはそもそも人間でもないというぐらいの扱いを受けていたと、この感覚がですね、今の私たち日本人になかなかないと思うんですけど、私にもそんなないですから、私たち日本人はですね、義務教育で人類は全ての人が平等だというふうに習います。まあ一応憲法にも書いてます、19条だったかなと思いますけども、人類は全て平等であるみたいなことを書いていますが、まあその思想は別に間違ってはいないんですよね。人類は平等だと、まあ、むしろその思想をですね、いい加減にしていたのが白人たちであって、でその白人が作ったのがその日本国憲法でもありますが、まあまあその日本国憲法自体にそんな悪いことは書いてないんですけど、根本的なところが間違ってるんでやっぱりダメなのかなというところなんですよね。いくら綺麗事を言ってもですね、人類は平等だとか、あとまあその国民には最低限度 の生活を保障されるべきであるとか、あとまあ国家の決まり事なんかも結構きめ細かく書かれておりまして、国会のことだとか裁判のことだとか、こうまあいわゆるその西洋社会のですね、基本原則みたいなことはしっかり書いてるんですよね。ところが最も厳しい大きなこう過ちを書いているのが、日本という国がですね、もう戦争を絶対過ちとして認めた上で、
戦争をするような国であってはならないというふうに書いた上で、陸海空軍この戦力を保持しないみたいなことを書いてるんですよね。この言葉が全てその日本人が舐められている元凶になっているんだというふうに、考えております。つまりは、国軍を持たないというそういう宣言をした国家というところなんですね。でこれはですね、まあ分かりやすく言うとこうおままごとなんですよね。要するには、私たちは、平和を永久に希求してですね、永久に求めて、この国家には陸軍、空軍、海軍は持っていませんし、持つつもりがありませんよと、核もいりませんというようなことを言ってるんですけど、これはもうおままごとでですね、おままごとというのは皆さんお分かりになると思いますけども、まあ、5、6歳ぐらいの男の子と女の子が嫁さんごっこみたいなそういうのをやってるのと、まあ、この日本国憲法が書いてることは全く同じレベルの話なんですよね。まあ、何がそこまでおままごとかと申し上げますと、皆さんは嘘をついたらダメだっていうことは多分お分かりだと思うんですけど、皆さん嘘をついたらダメですよ、嘘をついていないですかと言われた時にですね、いや私は嘘をついていませんよと、嘘をつくような人間は許さんみたいな風に反論すると思うんですけど、日本の国家の原則事項が嘘をついているっていう国民だと思われてるんですよね。だから人間というのは信用が大事ですから、信用されるためにはちゃんと正直者であるとか誠実であるとか自分の言ってることをちゃんと守るっていうのがまあ求められるんですけど、まあなんというか国家の一番基本的な原則に対して、嘘をついている国民と思われてるんですよね。それは舐められるでしょうという感じなんですけど、要するにはですね、日本には陸軍も海軍も空軍もあるじゃないかということなんですよね。戦力を持ってるじゃないかと、核も持ってるでしょという話なんですよ。でさらにはですね、いやいや持ってませんよと言ってるかもしれません、あれは自衛隊ですから別に 軍隊じゃありませんよみたいな、そのようなですね、誰が見ても分かるような嘘を平気でついて、で周りの国々に対して、日本は戦力がないっていう宣言してるんですけど、まあ周りの国々はそんなこと誰も思っていないんですよね。でまあ周りの国々、まあ日本もそうやってるのは悪いんですけど、周りの国々も悪くてですね、まあ日本を必要以上に恐れている国がまあ近くにまあまああるんですよね。いやいや日本はもう本気でガンダムを開発してから世界を取ろうとしているみたいな、そんなことも言ってる国もありますし、レールガンを開発するのやめろとかいうことを言ってる国もあります。だからそんなことで日本が言ってることは信用ならんと思われてますし、で実際に周りの国も実際普通の国際社会というのは大体嘘つきですからね。基本的にはリーダーは嘘をつくというのがまあ原則ですから、まあ、リーダーというのは基本的にはその全てのことができるとか国民の望むことが全部できるわけじゃないんで、それを言ってできなければ嘘をついたことになりますからね。まあ、リーダー嘘をつくんですけど、まあ、それ以上に、基本的 に日本の国家的な原則がですね、そのようにその国民とそして世界の人々に嘘をついているというのがまあ一番大きな問題かなということです。だから日本は舐められてるんですよね。そんな戦力がないとか言いながら戦力をしっかり保持しているということで、さらに言うとですね、日本はお金持ちですから経済的に世界の何番目かという、まあ中国が2番というのはちょっとまああれは嘘なんですけど、まあ実質のナンバー2じゃないですかと、日本はですね。だからお金を持っているという、だからあいつら嘘をついてアメリカに国を守らせて世界中に嘘をばらまいて金儲けをしているって思われてるんですよね。日本という国はなんていい加減で、そのいい加減でデタラメな国だと思われていて、だけど悔しいことに頭がいいから経済力が高いと、そしてまあ人がいいみたいな風になっていてですね、余裕があるからそうやって人に善意をばらまくこともできるという風に思われているということなんですよね。まあ実際自分で言っていてもう本当に情けない話ではあるんですけど、周りの国々に嘘をついて、そして、金をちらつかせてですね、物を収めようとしていると、戦うこともせずにアメリカに国家を守らせて、
まあ、アメリカには大量のお金を払ってるんですけど、日本を守らせて、それで自分の国は一発だと言ってるということなんで、それは恥ずかしいなとは思います。まあ、しかしそれが日本の現状なのは間違いないことですから、まあそれをどうにかしなきゃいけないんじゃないかなと思うわけですね。まあ、なぜこんなことを今日言うかと言いますと、一つ、過去の日本の失敗のお話を思い出したからなんですよね。湾岸戦争の話です。湾岸戦争当時ですね、日本は戦力がない、そして戦争はしないという国ですから、法律の解釈をねじ曲げて無理やり、軍隊を送ったりしたこともあるんですけど、それだとうまくいかなかったので、国民1人当たり1万円払う、つまりあの当時は日本はもうバブルの影響がすごくありましたから、1人当たり1万円で確か1兆円ぐらいのお金を集めたのかなと思います。1億人かける1万ですから、まあ1兆円ですよね。1兆円のお金を集めて、当時、フセイン大統領が侵攻したクウェートですね、クウェートという国に1兆円お金を渡したんですよね。そしたらクウェートのその高官の態度がですね、日本は金なんぞよこしやがって、ね、もう本当いい加減で、遠くから日本は自分は遠くから見て見物して、金なんぞよこしてきやがったよみたいな、そういうふうに言われてバカにされた経験があるんですよね。だから湾岸戦争当時、日本はお金だけ出して、日本は本当に汚いやつだみたいな感じで、金は受け取っておきながらですね、罵るというようなことをされた経験があります。そしてその反省を踏まえていろいろ頑張った経緯はあるんですが、なんとですね、昨日今日の話なんですけど、ウクライナの高官が話した、まあ、世界の人からいろんな支援を受けたという事実に対して、感謝の意を述べる動画を出したんですけど、その動画の中に日本の名前がないという、もう何度同じ過ちを繰り返せばいいのかなと思うぐらい情けないことになってるんですね。まあ話をまとめますけど、日本っていう国はろくでもない国だって思われてる節があるんですよね。そして日本をろくでもないと罵ったところで言い返しもしてこないと。そしてまあそのろくでもない状況を作り出しているのは、まあ憲法ですからね。まあ憲法を大事に大事に保存しようとしている日本人そのものの根性が情けないっていう話になるんですよね。結局まあ、憲法を守る、それはまあ日本人のこっちの事情です。ところが世界中の人は日本人は約束を守らないと思ってるんですよね。そう言われても仕方ないです。で、そういった状況があるのに対して変えようという努力もしていないというのが、まあ、現状かなというところなんですね。まあちょっとここまでお話してきましたけども、今日起きた出来事というか今日聞いたニュースの中にはですね、日本に対する感謝の言葉がないと。で、まあ、日本がですねウクライナに200億円送ってるんですよね、お金を。でその200億円というのは日本人のもちろん、働いて、納めた納税した金額からの200億円ですから、莫大なお金です。まあ、でも、まあ、ある意味ですね200億という数字を大きいことを小さいと見るかといえば、クウェートにやった金額なんかよりもはるかに小さいんですけどね。クウェートなんかはもう完全に日本を名指ししてから、いい加減なやつだと、臆病なやつだって名指しして日本をですねバカにしてきたことがありますからね。それを考えたら日本という国はですね、あれから20年何をしてきたかと、30年か、あれから30年何をしてきたんだと言われてもどうしようもないかなと思います。まあ、そこまでお話をしてきて、今回のウクライナの件は結構ショックでしたけど、まあでも、まあ、私も最初に言いましたように、プラスなことを考えてプラスに、捉えていかなければいけないのかなと思います。だからまあ正味の話、日本人というのは、覚悟しなきゃいけないと思います。まあ今こんな時代ですから、もう本当に戦争の覚悟が必要になってるんじゃないかなと思っておりますし、これからの世界情勢はもっと厳しくなるのももうほぼ間違いないことだと思いますので、少しでも才能を生かして、そして、能力を身につけて、世界に対して目を向けていくということが必要なんじゃないかなと思います。はい、ということでレベル上げをしながらですね、ちょっとまあ今日は文句を言ってしまいましたけども、この件はちょっともうちょっとちゃんと考えてですね、
私たちは本当に世界に目を向けなきゃいけないというふうに思いました。はい、ということで、以上にしたいと思います。それでは失礼いたします。